東海社会人、リーグ一部の FC、伊勢、島は27日、過去に、日本代としても活躍した、小倉隆史氏が監督に就任、ることを発表した。クラブ公式サイトで伝えれている。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでも、子でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、小倉はクラブ公式サイトを通じて、今シーズンまの3年間、金守友也監督には本当に頑張っていただきましたが、改めて昇格する覚悟を持って決意べく、私が監督に就任させていただくことになりした。なお、金守監督には、ヘッドコーチとして私、バックアップをしていただきます。この新体制で、必ず昇格します。皆様の応援を力に、叶えてきます。来シーズンも引き続き皆様の熱い応、と温かいご支援をよろしくお願いいたします。コメントしている。小倉氏は2016年に、ゼネラルマ、ジャー、GM との兼任で、名古屋グランパスの、監に就任。その後、監督としての契約が満了、GM に、では双方合意で、契約解除となった。2017年3月には、元三重のクラブ伊勢、島のクラブアドバイザーに任。翌年12月には、理事長に就任となった。小倉氏、今回、理事長との兼任で監督に就任することなった。両。